リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、本日はね新しい仲間が増えましたのでその子のご紹介をしていきたいと思います。まず本題に入る前にもしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますのでよかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい、ということでね早速見ていきましょうということで、はい、パッと見て今ここには映ってないですね。はい、どこにいるかというと、はい、ということでね現れました。はい、ちょっとピントがうまく合わないな。よし、これで合ったかな。はい、ということで本日ご紹介させていただくのは新しく仲間入りしたアメフクラガエルのパルナちゃんでございます。はい、まずねちょっと名前の由来からねお話ししていこうかなと思うんですけれども、こちらの子なんですけれども、名前をねちょっと Facebook の方でなんかいい名前ないかなっていう形でちょっと募集をさせていただいたんですよね。で Facebook でご友人になっている方々から3つほど3つ4つぐらいかないただいて、でプラス自分の最初モチーフにしようとしたお名前を合わせた連想ゲームで名前ができた子になります。でいただいたのが一つがオランダ語でマン、これが月っていう意味ですね。で、もう一つはラン、こちらは特に意味はなくてランちゃんってどうですかっていう形で来た子で、もう一つがメリアちゃんで、こちらはその方が飼育されているフクロモモンガちゃんのこの名前はメリアっていう名前らしいんですけれども、でその子がちょっとねポチャッとした子で、ちょっとアメフクっぽいっていうところからメリアっていう名前使っていいよっていうのをいただいていた状態。あとはきなこともちとか、あとケロちゃんとかっていうのももらってたんですよね。で私が当初考えていたのがなんじゃも、ポケモンにねなんじゃもっていうキャラクターがいるんですけれども、なんじゃもが使ってる、ポケモンエースモンスターがハラバリーっていう緑色のねちょっとこうぷっくりした感じのカエルちゃんなんですよ。でそのハラバリーもしくはなんじゃもから何かいいモチーフ取ってお名前つけられないかなっていうところで私はそれをモチーフにしようとしておりました。はい、でいただいたそのいろいろねものを使っていきたいなと思ったので、そこで考えたのがランとメディア、そしてあとナンジャモって、これ全部こうモチーフをね植物にできるなっていうふうに思ったんですよ。なので植物に連想で当てられるなっていうところで、植物だと例えばメディアだとカメリアで、なんじゃもっていうのはなんじゃもんじゃっていう、ひとつばたこっていう、植物があったりとか、ランは、まあ、そのままランですね。でまず植物にモチーフをねできるなっていうところ。で次にもう一個いただいてたオランダ語でね月の意味をするランっていう、マンかマンなんですけれども、そっからマンは植物にはちょっとできないかなっていうところで探してもなかったんですよね。でそっから探していくと、まあ、月っていうところから植物が、ムーンダストっていう青紫色のカーネーションを見つけたんですよね。でその青紫色のカーネーションっていう時点で私はときめいたんですけど、綺麗だなと思って、で調べていくとこの花が日本の、サントリーフラワーズとオーストラリアの、植物工学企業の、フロリジーンっていうところの共同研究開発でできた遺伝子組み換えでできたお花らしいんですね。でここでそのフロリジェインっていうオーストラリアの会社を見た時に、FLORIGENE でフロリジェインって言うんです、読むんですけど、それがフロックに見えるなって勝手に思ったんですよね。でそっからこっからなんかモチーフ持ってこれないかなっていうこじつけを探していって、いろいろとでするとでもう一つがもう一個いいなと思ったことが、このムーンダストっていうお花が花言葉が永遠の幸福っていう、花言葉で素敵だなって思ったんですよ。そこでなので植物に一回連想ゲームで切り替えて、で月を意味する植物にたどり着き、
でそっから月へっていうところで、調べていくとムーンダストのその花を生産しているコロンビアの、生産工場、生産農場かなで、パソデルナっていう、農場を見つけたんですね。でそこでおこっから取るのいいんじゃないかなっていうのと、パソデルナっていうのが月への道っていう意味らしいんですね。寄り添いいなってなって、こっからパソデルナのパとルナを取ってパルナと名付けました。でプラスパルナはひらがなにしてます。なんでかっていうと、カタカナで書いてみるとね、ちょっとわかると思うんですけども、パルナをカタカナで書くと若干強そうなんですよ。っていうのと、パルテナっぽいなと思って、パルテナってあれね、任天堂のゲームでパルテナの鏡に出てくる女神様ですね。でその女神っぽさがあったので、ちょっとなと思って、ひらがなにしておりますっていうところで、この子の名前はパルナでございます。はい、名前の由来だけでおよそ多分5分ほど使ってしまっておりますね。はい、っていうところで、この子はパルナという名前でございます。まあね、こじつけだったりとか連想ゲームだったりっていうところなんですけど、せっかくいただいた皆さんからの案っていうのをね、この子に、の名前の隠し要素として入れたいなと思ったので、こんな感じで作らせていただきました。この子はパルナちゃんでございます。おそらくメスです。カエルちゃんのね、オスメスの判別が私なかなかできてなくて、一応確認はしたんですけど、メスです。はい。でうちに来た経緯としては、この子の、私のところにね譲ってくださった人が、まあ、外国からとか、ちっちゃいカエルを、結構こう輸入するのが趣味な方で、プラスコケリウムだったりとかジオラマ、ちっちゃいジオラマっていうのを作って、そこにカエルをね1匹、ヤドクガエルだとか、あとは、ミルキーフロッグだとかっていうのを飼育してる方がご友人にいて、その方がね今回アメフラガエルを、輸入してたみたいで、そのうち何匹かをいるっていう話から、1匹だけいただければなっていうところで1匹お迎えさせていただいております。はい。その人はね、特に YouTube とかインスタとか TikTok とか、あと X とかもね全然やってない人なんですけど、ちょっと面白い人で、でその人から譲っていただいたのがこの子でございます。はい、っていうお迎えの経緯でございます。では次にケージのご紹介して、軽くねこの子の様子見て締めていきたいなと思います。はい。で今回、ケージは、はい、レプタイルボックスですね。はい、こんな感じのに、中にあそこにはですね、ピコロカっていうろ過装置、水を循環する装置を入れて、この下この辺ぐらいまでかなが水が入っている状態で、この上の部分がちょっと乾燥した部分で、プラスこっち側は湿ってて、こっち側はちょっ と、ドライな環境っていう作り方をしております。でこのウェットなこっち側は苔をね置いております。舗装場、大きな苔かを置いていて、であそこには、足長、虫取りスミレかが置いてあって、プラスこっち側に、クリプタンサスピンクスターライトだったかなっていう、これはあれだね、パイン科の植物ですね。はい、パインの仲間だったかな。でこっちは食虫植物になりますね、一応ね。はい、っていう形で置かせていただいております。でここのこれなんぞやって思う方いると思うんですけど、あ、ごめんね、あ、ここはね水の補給をするための、蓋があります。ここから水補給をしてあげて、この一番下のところだけがビジョビジョってなるように作ってます。まあこっからね水がこうポタポタポタで垂れて、中に浸透もしてはいるんですけれども、水が不足してるなってなったらここから水入れるようにしてます。はい。で、こっち側には餌皿、よいしょ、とまあオブジェクトですね。はい、あっちはまだ今入ってないですけども、デュビアの、一番ちっちゃいサイズですね、今与えております。でまあ友人のお家でもね、デュビアをあげていたみたいなので、デュビアにしてるんですけど、あまり食いつきがね良くないなと思ったら、家コウモリ、家コウモリじゃない、家コオロギとかにしようと思います。はい、っていうところでございます。でまあ下は全部ね全面ソイルしてる状態ですね。でこの
なんかね布のテープが貼ってあるんですけど、これはあのこれね LED のテープをこうぐるっと一周回して、つけてあります。でこれが LED テープの抜いたり外したり一応できるようにはなってて、ここでねちょっと片手でやるのはなかなか難しいな。これ片手ではいけないな。私いけるかな。俺あ無理だな。まああの両手使えば取れます。はい、うん、さすが取れた。はい、こんな感じ。これ100均で500円のやつね。100均で500円。あで取ったら取ったで、片手で、つけるぞおいっていう感じの LED でございます。はい、でこんな感じで、LED 日中はつけて夜はまあ消して、寝る時とかも消してるんですけど、そんな感じで、明るくなるようにしてます。でちょっとねこの子もううちに来て、1週間ほどは経つんですけども、あそこが気に入っちゃったみたいで、あそこをねちょっと掘って、今ちょっと蓋触っちゃったからね、あのちょっと手前に来てますけど、あそこにお尻をうずめてあそこでゆっくりしています。いつもなんかあそこが気に入ってるみたいな。なんか潜ってるところはほとんど見たことないですね。こっち潜れるようになってて、この辺なんて全然濡れてないんですけど、すごいもうこんな感じのね、あの触ればわかるんですけど、こんな感じ。はい、ドライのソイルになってるんですけど、これこっちは全然濡れてないドライなところなのに、こっちに埋まってる気配も全くないです。あで、粒大きいからじゃないって言われる方ももしかしたらいるかなと思うので、一応言っておくと、このソイルに関してはこのもともと輸入されて、私に譲ってくれたお家でも同じものを使ってて、でそこでは全然埋まってたらしいんですよ。はい、埋まってたというか潜ってたらしいんですけど、はい、全然うちでは潜る気配ないです。なんかここ気に入っちゃったみたいで、まあ、市で言うとね、うちはあえて苔入れたりしてますけど、そのうちは本当に苔そんなに入れてないっていう状態ではありますけれども、はい、っていうところでございますね。にしても動かないね。でね、ちょっと今ね手が汚いのでね、あの他の掃除した後に今動画撮ってるんで、ちょっと今日は触らないですけど、全然触ってもね問題ない子でございます、この子。はい、いや動かないね。はい、ちょっとだけ様子を見てみましょう。死んでんのかってちょっと一生思っちゃうね。全然生きてるんですけど、かわいいね。はい、っていうところでね、うちの新しくお迎えした、アメフクラガエルのパルナちゃんのご紹介でございました。今後ねこの子の動画もちょいちょい出しますし、生放送でもねこの子出てくるようになると思いますので、よかったら、生放送、そして今後の動画見ていただければと思います。はい、本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったら概要欄からフォローお願いいたします。それではまた次回の動画も見てください。次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リンドウでした。バイバーイ。動かんな。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。